だね。続けていくよ。なんで行くわ。よし、なんとかなったな。君たちに次の仕事を頼みたいのじゃ。今回はズバリ幽霊を連れてきてもらいたい。幽霊連れてくる？どういうこと？この地方には空飛ぶ幽霊船の伝説があってな。かつてこの地方の海を股にかけた女海賊ベルベイル、彼女は夢だった司法を手に入れる寸前で命を落とした。それが無念で今も幽霊となって船を操っているらしい。へえ、幽霊って普通に船に乗れるんだ。そのベルベイヌがまた絶世の美女とのことでの、ぜひ会ってみたいと思っているのじゃが、わしは多忙。そこでこの館にベルベイヌを連れてきてほしいと、そういうことじゃな。そうじゃろう、そうじゃろう。話がわかるやつじゃのう。とにかくじゃ、幽霊船がよく目撃される場所は教える。ベルベイヌのことよろしく頼んだぞ。クエストクリア。
幽霊船が出るってのはこの辺りのはずだが。見てください。ほら。今日も参りますわよ、手下たち。おもかじいっぱい、ようそろう。あれかな、なんか船長っぽいし。わーい、ベルベイヌ。もしやあなたたち、私にご用なのですか。あなたがベルベイヌであって、いかにも。私こそがこのボルテクス号の船長、ベルベイヌ、その人ですわ。すみません、とりあえず声が遠いので降りてきてもらえますか。私に船から降りろ。無礼な、恥を知りなさい。クレソンが怒らせた。ごめんなさい、謝るのです。その問答無用。行きなさい、我が手下たち、あの者たちを懲らしめるのです。しましょう。クエストクリア。君だってできるんだから。やっ、魔法の力使っていくよ。見せてあげるわ。終わらせるよ。まだ終わらないぞ。決着をつける。終わらせるよ。まだまだ行くわ。まだ終わらないぞ。決着をつける。よし、なんとかなったな。の手下を倒すとなかなかやるようですね。どうして私に船を降りるというのか、話だけは伺って差し上げましょう。あなたに会いたいって人が。私に会いたいという人が、やはりお断りします。私は船から降りるつもりはございませんわ。あの日、もう少しでこの手に収められた青海の冠を再びこの目で見るまでは
なるほど。じゃあベルベイヌさん、約束しましょう。その青海の冠を持ってくれば、船から降りて私たちの依頼人と会ってくれる？いいでしょう。手に入れられればですが、それまで私はまたこの船を操るとします。総員、取り舵いっぱい、ヨーソロー。行っちゃった。王海の冠なんて本当に手に入るのかな。さあ、でも水の錬金術の技法書のためにはやらないわけにもいかないだろう。なんとかして青海の冠の情報を手に入れなければですね。クエストクリア。どの依頼にしようかな。